アレクサンドル・メンシコフ・アレクサンドル・ダニーロビチ・メンシコフは、ロシア帝国の軍人、政治家、大元帥。ピョートル一世に取り立てられた伊藤、エカチェリーナ一世の知性で権勢を誇った。貧しい馬邸の子として生まれ、モスクワで饅頭売りをしていたと言われる。首都近郊の外国人居留地に頻繁に出入りしていた、若きピョートル一世と出会い。 趣味の軍事協連に一兵士として参加し長身となる。ピョートル一世のもとで1697年から1698年の西欧使節団に同行し1700年から始まった大北方戦争に出陣、バルト海沿岸地域の占領をボリス・シェルメーテフと共に任され、1702年にスウェーデン領のーテ手リを落とした。この時期にシェルメーテフが目使界にしていた。 リボニア出身の女性マルタを召使いとして引き取り、マルタを気に入った、ピョートル一世が彼女を引き取った後も、マルタとのつながりを保ち、後に、エカチェリーナ・アレクセイエブナと改名して、皇后となったマルタに助けられたりしている。1706年に、スウェーデン王カール12世と戦っていた、ロシアの同盟者である、ポーランド王権作戦選抵抗、アウグスト2世救援のため、 ポーランド軍と合流したが、アウグスト2世が、カール12世とアルトランシテット条約を結んだため、救援に失敗、ピョートル1世の元へ戻った。1707年に、カール12世がロシアに遠征、ウクライナコサックの平地マン、イヴァン・マゼイパがスウェーデンに寝返ったため、1708年11月2日に、ピョートル1世の命令で、ウクライナコサックの首都であるバトゥールインを包囲し、 11月13日に守備隊の裏切りによってバトゥールインに入りコサックを撃破バトゥールインを陥落させたこの時ロシア軍は男女老若を問わず住民全員を殺害しスウェーデンと同盟したコサックをとがめるため殺害された女子の遺体をいかだに貼り付けて政務側で流したこの出来事は研究史ではバトゥールイン悲劇と呼ばれている1709年に ウクライナに南下したスウェーデン軍をピョートル一世と共に迎え撃ち勝利、カール十二世不在のスウェーデン軍に対し、1712年から、デンマーク・ノルウェー王フレデリク四世・ザクセン軍と共に、スウェーデン領ドイツを攻撃して、シュテッティンを落とし、シュトラールズントムデンマーク軍が包囲、陥落させたため、ポメラニアを平定して、大陸のスウェーデン領のほとんどを奪い取った。こうした、同盟軍における、 ロシア軍の主導的な役割は、この地域におけるロシアの影響力を一躍高めさせることとなった。一方で、抗菌応料など汚職の噂が絶えず、1724年の人口調査で逃亡農民を所領にかくまったことが発覚したが、エカチェリーノの取りなしで悲鳴、謹慎処分で済んだ。1725年に入り、ピョートル一世の死期が近くと、 新興勢力の筆頭だったメンシコフはエカチェリーナを押して有力貴族たちと対立した。1月28日にピョートル一世が崩御するとメンシコフは新興貴族と結託、このエレン隊を動かし、エカチェリーナを擁立してクーデターを起こし、エカチェリーナ一世として即位させ自身が所属する最高数密院を牛耳り実権を握った。エカチェリーナ一世の知性では、 性的排除を行いながら次の政権にも止まることを各作、ピョートル一世の同盟の孫ピョートルと接触して、保守派との連携を狙った。2年後の1727年に、彼女が死去すると12歳のピョートル二世を即位させ、娘マリアと婚約させた。しかし、バシーリー・ドルゴルーコフをはじめとする有力貴族の反撃によって失脚し、娘の婚約は取り消され、 それまで気づいた、莫大な財産を没収され、家族揃って壁地に追放された。その時の疲労から健康外し追放先で病死した。中野京子、名画で読み解くロマノフ家十二の物語公文社、2014年、68ページ。ISBN 978から4から334038113。問い、P45P46、安倍。 P64P65、川島、P22P38。問い、P79P85、P153P154、安倍、P86P88、P95P104、P135P139、川島、P84P91。問い、P264P266、安倍、 P246P248、河島 P119P138、P200P206、P221P238、ありがとうございます。